どうも、もう返せません赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。お願いいたします。はい、はい、さあ今回ラーメンバリオ大門店というところに行ってまいりましたが、大門、はい、こちらでございます。都営三田線大門駅と JR 浜松町駅から、歩いてすぐのところに、なるほど、アクセスはいいですね。はい、で、あの濃厚豚骨魚介で有名な辻田というお店がプロデュースする、まあ、二郎系のお店なんですね。はいはいはい、基本的にはあのつけ麺も美味しかったりするお店が別にあるんだよね。はい、特にこちらは東京タワーからこれ最も近い二郎系かもしれないですね。周りでこう見れるんで。ちなみにバリオはね、ハワイにもあるんですよ。バリーなのにハワイなんすね。確かにね。いや確かに。ということで着丼して見ていきましょう。大盛りラーメン全部マシマシにしておりますが、うん、なんとコールがないので食券買って出すときに自分で言わないと、もう着丼の瞬間まで何もないから本当に気をつけてくださいそれは。というわけで豚でございますね。はい、これ見た目ちょっとね、こうギュッとしてそうじゃないですか。まあ確かに。意外とこれとろけ豚なんですよ。ものすごい柔らかいですこれ。だからあの300円ちょっとプラスになっちゃうけども、豚増ししても後悔しないでしょう。なるほど。おすすめでございます。続けて野菜をね横から引き出していきますが、こちらはシャキ野菜なんですけども、自己申告のコールしないとね結構量かなり少ないんで、うん、増したい方はかなり気をつけてください。繰り返しになっちゃいますね。さあそしてお待たせしました、こちらが麺でございます。引き出していきました。こちらさあ大盛りにしますと 300g の結構な固ゆでバキボキ麺、私の好みでございます。はい、なるほど。でただですね、奥の OL のお客さんこれちょっと残しちゃってたんで、やっぱりこう浜松町エリアでこのマシドは珍しいのかなっていう、ね、大盛りだね。でもねオフィス街ですね。いやそうそうそう、普通のラーメン屋かと思っちゃうとちょっと多いかもしれないですね。そしてネギ来ましたね。あえて僕は今回買ってるんだけども、下調べでもう黒胡椒とかごま油で味付けされているんで、ネギ使いはいい。これは本当に美味しかったですね。さらにネギ豚麺も作っていくね。柔らか豚とごま油ネギの素晴らしい組み合わせ、これねやっぱりこれですよ、ビールと合うでしょう。なるほどね、間違いないですけどね。間違いないですが、あなたは飲めない。飲めないビールが、お酒が飲めない赤星でも、そうそうそう、予測が、ええ、でネギの下には油があるんだけど、もうプリンのような舌触りプリンかとろけていくんでね、もう豚プリンということでね、プリン豚かな、プリン豚でいい。プリン豚か。プリンだっけ。豚プリンだと豚で作ったプリンか。確かに。プリン豚か。食ってきましたが、スープの方はマイルドなやや非乳化系ということで、油をね投入しなければ結構サラサラとしたすっきりとしたスープなんですね。ただ一方店内はサザンが流れるこってり系ということで。こってりなんだ。サザン爽やかな時。爽やかなものもありつつもこってりした音楽流れてたんでこの日は。これセルフニンニク、我々エロティカセブンで入れてるんで、エロティカセブン、エロティカセブンで入れてるんで、バリオおすすめはニンニク3倍ということで、推奨されてるチャージです。粒ニンニクの強烈さをこれセーフで混ぜるのはねなかなかのレアなんでね。ニンニクマッサイは今のあのカップが出てくるんで、ちゃんと店員さんにニンニクくださいって言ってください。あ、なるほど。ただあの店内豚のあの独特なうまくさい匂い充満してるんでね、僕は好きなんですけども、ニンニクとの組み合わせでどんどん匂いつけちゃいますよね。プラスにしてってね、かなり。まとっちゃいましょう、匂いをね。さらにギャバンの角缶、これをやっていきますね。角缶か、角缶ですね。それラーメンのタレもかけていきますと、こうなるんです。魅惑のバリオ麺じゃうまそう。なんすか。魅惑のバリオ麺です。バリオ麺。今のはなんすか。魅惑のバリオ麺なんですね。まあ、味変ね、味変。はい、マイルドスープなんでね、好きな方は前半にもう味変しちゃってもいいかもしれません。ただし僕はネギの風味、ごま油のスープ、これ溶け出すのを待ってから味変をしましたんで、なるほど。結構巧みな味変をしていきますね、私も。何種類もね、味変昔はちょっとできなかった巧みな味変、ごつんでー。器バリオのオリジナルなんですか。あ、そうなんですよ、ちゃんと作ってるバリオ。ということで、ね、上からステータス見ていくと、はい、あのセルフ96というこの入ってる 94 超え、おめでとう。当てにしていいのか、これはあなた次第ということで、ね、全てあなた次第ということで、ね、いや、動画を見ているあなた次第ということですね。テレビの前のあなたです。あなた次第な。あ、ちなみにあの個情報としてはですね、個情報としては吉祥時点だけ、はい、コールの際に、なんと気合というコールがある、はあ、
はい、で気合いコールするとできたラーメンにわーって気合い入れてくる。本当の気合いなの。もうダメだって。そうそう、あれですね、マックのスマイルみたいなことですね。まあそうよね、要は。もっと言うと、はい、あのメイドカフェ、あのキュンキュン美味しくなれみたいなことなの。なるほど。込めてね、そうそうそう、気持ちを込めて。ジュロー系メイドカフェとしても。ちげえわ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 。吉祥寺で。これを見てひらめいたあなた、お願いしますね。なんだそれ。ひらめいた。ということで、バリオ大門店でございました。はい、ごっつぁんでした。はい、スイッ